皆さんこんにちは。今回の動画はブルーロック最新259を紹介していきます。前回のあらすじを見なくても良い方は下の概要欄に最新話の内容まで飛べるリンクを貼っておきますのでぜひご利用ください。あとこの動画を最後まで見てと思った方は高評価よろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。前回の258話ではブルーロック主人公潔陽一のゴール後の物語、まずは潔と日和を軸に今回のゴールまでの過程を深掘り、潔としては今回のプレイ日和と国神のことを誰よりも信頼していた。日和からのパスがあると思いすでに潔は前進済み。ノアの命令により指導を徹底マークするようになった国神、今回の日和から潔へのパスを妨害しに来た指導でありますが、どんな場面でも国神は指導に食らいつくため瞬時に潔は日和の蹴ったパスの落下点とは逆の方向へ行き国神を信頼、結果国神から潔というパスが実現。今回潔陽一が披露した空中にて左足でのダイレクトシュートフェイクからの持ち前の右足でのダイレクトシュート、潔としては日和と国神との連携は想定済みでしたが今回のゴールは想定外でした。そもそも潔は国神からパスをもらった場面凛とカイザーが同時に来るとは思っていなかった。そのため潔はアドリブで凪のジャグリングを参考に新技に挑戦し見事成功。日和も言っていましたが再現性を高めれば無敵、凪の発想と潔の両足ダイレクトシュートの合体技、左右どちらからシュートブロックされても空中フェイクでタイミングをずらしたりしてかわして打てるし、キーパーからも打つ瞬間も読みにくい。その後の潔の表情からこの試合もう一回今回のシュートが見れそう。次は右足から左足でのダイレクトシュート。そして今回のゴールを深掘り後、バスタードマスターであるノアが動く。ノアとしては今回の潔のゴールを機にバスタードを完全に潔より中心の戦術を強固にするため、ここまで4戦連続でスタメンを勝ち取りカイザーのためにプレイしていたグリムをベンチに下げ、通算2度もスタメン起用、まだ第5戦目で足をつり途中交代、疲労のことを考え今回の第10戦目ベンチスタートだったクロナを投入。カイザーとしてはグリムがベンチに下がったことで今以上に前線運べる確率が減った。そもそも今回の試合グリム、ネス、カイザー2度攻めるシーンが描かれていたが全て失敗。グリム抜きという場面、一体カイザーは今後どんな行動を取るのか。なお主的にはまだカイザーは第5戦目後に思いついた対潔専用新兵器を第10戦目で披露していないので、今後カイザーは何かしら仕掛けてくるに違いない。一方潔としてはクロナがピッチに君臨したことで今以上に攻撃のバリエーションが増加。今回のゴール後もうパスは出さないと国神に言われていましたが、クロナがピッチに君臨したことで国神の抜けた穴を補填、気づけばブルーロック組、いやチーム潔で構築されるようになったバスタード。果たして次回以降チーム潔はどんなプレーをするのか。クロナ投入によりさらに第10戦目が面白くなったところで258は終了しました。ここでのポイントでは本日のメイン最新259話を紹介していきます。最新話の方ではバスタードミュンヘンカイザーが第5戦目後に言っていた新兵器の内容がついに判明しました。カイザーが今回の最終セレクションで披露しているカイザーインパクト、カイザーとしてはこのカイザーインパクト今まで回転をかけずにまっすぐの軌道でスピードとパワーだけにこだわってきた。しかしカイザーはこのままでは潔には勝てないと思い、既存のカイザーインパクトに回転をかけ改良、ボールの左下を蹴り野球でいうシンカーのような軌道。ちなみにこの新兵器こと新技は最終戦の10日前から始め現在に至るまで練習では一度も成功していません。果たして最終戦でカイザーは今回解禁された新技を成功することはできるのか。直近にてバスタードがゴールを決めたということでパリエクスジェンボールで試合再開。パリエクスジェンとしてはリン7スペアでスタート、
リンからボールをもらった七瀬としては気合らせに耐えながら最終セレクションから完全サポートをしているリンへのパス。七瀬からボールをもらったリン、しかしここでシャレルが交代を要求。シャレルとシュア、相手チームである国神の影響で指導へのパスが遮断。遮断されたことでシャレルは最終戦がつまらなくなってしまい、マスターであるロギに交代を要求。そしてこのシャレルの取った行動の影響でボールを持っていたリンの注意が散漫。このリンの注意が散漫している隙をライチとヒヨリがつく。リンにプレスを仕掛け、見事ルーズボール。なおこのルーズボールにグリムに代わってピッチに登場したクロナが対応。ちなみにグリムに代わってピッチに登場しているクロナ、今回はグリムの位置ではなく今まで通りサイドバックに、サイドバックだった日和が潔と神明になっています。クロナがボールを持っている今回の場面、安定の左前方にいる潔にパスを出すも再びカイザーが妨害。カイザーとシュはグリムがいなくなってもネスと一緒に前進。リンとナナセを抜いた後、前方にはミシュラン・ギャバン・チャパ、サイドにはトキミツ・カラス。カイザーとシュは体勢も不十分でありましたが、ここで先ほど紹介した新技を解禁。左上の四隅を磨けシュートを打つも回転不足の影響でノーゴール、パリエクスチェンのゴールキック。今回カイザーが披露した新技、練習では一度も成功せず今回の本番でも失敗。そして最後のシーン、カイザーが壊れていく様子、今後一体カイザーはどうなってしまうのか。パリエクスチェンのゴールキックまでは描かれず259は終了しました。以上、今回はブルーロック最新259話を紹介しました。ちなみに今回の219話は合併校であるため、次週は実質救済、260話は再来週となっています。そのため次週は直近の救済から最新話までの内容を振り返る合併校特集、そして久々にメジャーセカンドの動画を作ろうかなと思っています。メジャーセカンドの投稿場所についてはメンバーシップもしくはサブチャンネルにて投稿するかもしれません。投稿先が確定しましたら X にて告知します。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていいと思った方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと X、 インスタ、 TikTok もやっておりますのでフォローの方お待ちしております。